皆さんこんにちは、市川ソフトラボラティの西巻です。今回市川ソフトラボラティでは、ビューアーソフトのフォトエクスプレスビューアーとローゲンゾーソフトシルキーピックスについてご紹介していきます。今回はですね、写真家の田村拓也先生にご紹介いただきたいと思います。田村さん、よろしくお願いいたします。はい、田村拓也です。よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、ビューアーソフトとローゲンゾーソフトについてご紹介いただきたいと思うんですけれども、田村さんは両方使われたことあるということでよろしいですよね。もちろん、はい、使ってます。昔からですね、私ローで撮影をしているので、ローゲンゾーソフトはまあいろいろ使ってきているんですけれども、やはり、シルキーピックス、国産のソフトメーカーということもありますけれども、非常にですね、はい馴染んで、最近では愛用しています。ありがとうございます。そうですね、シルキーピックスはもう純国産のローゲンゾーソフトということで、画面自体もですね、分かりやすい日本語表記などが多く使われておりますし、やはりですね、ポートレートの肌色の調整なんかもですね、綺麗に仕上がるようになっております。はい、で初めての方でも使いやすいように基本調整などもですね、上から順番に明るさ、ホワイトバランスなどがですね、並んでおりますので、カメラの設定と同じような感覚でローゲンソフトで後から調整していただくといいかなと思っております。はい、で田村さんはですね、今年から、プロということで、もうご活躍されていると思うんですけれども日本写真家協会に入られたということですよね。そうですね、2021年の新入会員として、入会しました。で、新入会員展というのがあるんですけれども、7月にですね、新宿のシリウスで、展示会やったりとかですね、大阪に、それが巡回したりとかいう、一通りの行事が、終わってやっと一段落かなといったところですね。あ、そうなんですね。はい、その作品もシルキーでやられてたんですか？もちろんです。はいありがとうございます。はい、他にどのような活動とか今されてるんですか？そうですね、私作家として写真活動してるだけじゃなくですね、生徒さんに教えたりとかですね、教室で、写真教室やったりとか、そういうのに非常に興味があるもんですから、今はフォトカルチャークラブ北村さん系の、団体だと思うんですけれども、はい、そちらでですね、いくつかの教室を担当して指導もしております。なるほど。ちなみにそのフォトカルチャークラブでどういった方針で指導されてるんですか？やはりですね、我々写真やってるとだんだん分かってて当たり前っていう認識が強くなっちゃうんですけれども、極力教室の中では、専門用語を使わずに、もし使う場合にもそれを解説しながらですね、なるべく分かりやすく、あと、やはり1回ではなかなか覚えられないので、繰り返しご指導させていただくように心がけてやっております。初めての方でも安心してご参加いただけるということですね。そうですね。はい、わかりました。今お話しいただいたフォトカルチャークラブの写真教室ですかね、ここ概要欄に貼っておきますので、ぜひ田村さんご興味ある方はそちらに参加していただければお会いできるということで、よろしくお願いいたします。はい、ぜひこちらの方からよろしくお願いいたします。はい、では早速ですね、最初にビューアーソフトフォトエクスプレスビューアーについてご紹介いただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。このソフトは皆さんがご自宅のパソコンで撮ってきた写真を見るときに、写真の表示が遅くてイライラするとか、たくさん写真を撮ってきた中からベストショットを見つけるのが大変とか、写真を撮りっぱなしで整理ができていないという方におすすめの高速ビューアーソフトとなっております。でこちらはですね、30日間無料でお試しもできますので、ぜひですね、この動画を参考にお試しいただければと思います。田村さんもこのソフトを使っていただいているということなので、普段撮られている写真で実践いただきたいと思います。田村さん、よろしくお願いいたします。はい、ではフォトエクスプレスビューアーの紹介をします。こちらは非常に軽いソフトで、ストレスなしで画像のセレクト作業ができます。私のようにスポーツ写真を撮影していると、1日に数千枚の画像を撮影することも珍しくはないのですが、大変なのは撮影後のセレクト作業なんですね。こちらはサムネイルの表示が非常に早いので、とても助かっています。では実際に私のワークフローを見ていきましょう。まず撮影画像の取り込みですが、今回は SD カードに撮影画像1000枚を用意いたしました。こちらはサーフィン大会での画像ですけれども、2日間のデータが混ざって記録されております。これを PC に読み込んでいきますのでご覧ください。パソコンに SD カードを差し込むと、メディアからの取り込みというウィンドウが出てきます。このソフトは取り込み時にフォルダー分け、リネームができる仕組みになっております。では取り込み先をまず指定していきたいと思います。こちらデスクトップにあらかじめサーフィン大会というフォルダを作ってありますので、そちらに保存をしていきたいと思います。それから振り分けの設定ですけれども、下の段、こちら日付ごとのフォルダに振り分けるというような設定にしてあります。ファイル名のリネームですけれども、任意文字サーフィン大会という名前をつけてファイルを保存するというような指定に設定をいたしました。ではこの状態から取り込みを開始したいと思います。では、セレクト作業に入っていきたいと思うんですけれども、連写で、1日目500枚、画像がありますけれども、見ていきたいと思います。この中から良さそうなライディングを選んでいきたいと思いますけれども、どうでしょうかね。はい、このライディングを、コマ送りで見ていきたいと思います。非常にいいライディングですね。このように、波のしぶき、スプレーが、大きく飛んで、結構迫力のある、カットかと思います。この辺がベストカットになるかなという、ところですね。もう一回戻して、はい、このカットをベストカットということで、チェックマークを入れておきたいと思います。このようにですね、連写した写真の一連の、カットの中からベストな写真を選ぶというのは非常に、大切な作業になってきております。この辺の、シーンは、良さそうだと思いますので、レーティングをつけていきたいと思います。今回は青いマークをつけていきます。この辺も良さそうですね。この辺の一連のライディングも良さそうなので、チェックマークをつけておきたいと思います。このライディングも良さそうですね。はい、1日目のセレクトが終わりましたら、2日目のフォルダーに移りたいと思います。はい、このようにフォルダーを移動しても、表示が非常に早いのがお分かりになるかと思います。では2日目のライディングをセレクトしていきたいと思います。2日目には緑のマークをつけていこうと思います。はい、この辺もチェックを入れておきたいと思います。最初のセレクトですので、大雑把でよろしいかと思いますけれども、良いライディングを見逃さないように一応サムネイルで確認をしながら作業をしていきます。こんな感じで2日間のライディングのセレクトが終了いたしました。2日分のセレクトした画像だけを見ていきたいと思います。フォトエクスプレスビューアーではこのようにフォルダーをまたがって表示することができるようになっております。こちらですね。すべてのサブフォルダを参照というのが選択されているのがお分かりになるかと思います。この状態で1日目の青のチェックマークと2日目の緑のチェックマークを選択することによって、チェックマークをつけた画像のみを表示することができるようになっております。ではこの画像をすべて選択し、別のフォルダーにコピーをしていきたいと思います。選択コマのコピーで、今回はベストというフォルダーを作ってありますので、こちらにコピーをしていきたいと思います。このようにすることによって、たくさんの画像の中からベストな画像を抽出して新たなフォルダーにコピーすることができました。ここからはその時の作業目的に応じてベストの画像の中からさらに絞り込むというような作業、もしくはロー現像して1枚を仕上げるというようなワークフローに移っていくという形になります。ではまずこのソフトについてご紹介しますと、現在800種類以上のデジタルカメラのローデータに対応した、汎用のロー現像ソフトとなりまして、シルキーピックスのこの主な特徴として3つご紹介いたします。1つ目、忠実な色再現。シルキーピックスは独自の 3D カラーマッピングを用いることで、どの色素に対してもバランスのいい色再現を実現しています。2つ目、豊かな階調性。シルキーピックスの現像エンジンは長年培った弊社独自の画像処理技術のノウハウを生かして、ローデータの持つ情報を最大限引き出すことによって、ハイライトやシャドウはもちろん再現の難しい中間調も美しいグラデーション表現を実現しております。3つ目、強力なノイズリダクション。こちらはですね、シルキーピックスのノイズリダクションは高感度撮影や長時間撮影時に発生するノイズを強力なノイズリダクションによって自然な写真に仕上げることができます。またダイナミックデフォルトという機能によってですね、ユーザーが調整することなく写真のISO感度やセンサーの種類から適切なノイズリダクションを自動で設定することができます。なので画像をシルキーピックスで開いた時点から適切なノイズリダクションが適用されておりまして、その後の調整も楽に進めることができます。今回はそんなシルキーピックスシリーズの最新版、シルキーピックスデベロッパースタジオプロ10を使って実演いただきます。田村さん、よろしくお願いいたします。モノクロの現像についてやってみたいと思います。実はモノクロの調整は色のない分、逆に非常に繊細な調整が必要になって、奥が深い世界でもあるんですけれども、私も普段は風景写真などでモノクロで作品作りを行っているんですが、今回は風景ではなくステージの写真を使ってモノクロの実践をやってみたいと思います。実は私の友人がフラダンス教室の講師をやっていまして、発表会の様子を撮影させていただきました。その後画像をチラシに使用したいので、古いハワイの雰囲気を出すためにモノクロに画像を変換したいというご要望をいただきました。そして実際完成したチラシがこちらになりますので、ご覧ください。ではこちらの画像をチラシに掲載した写真に調整するフローを見ていきましょう。まずトリミングでスクエア真四角な画像に変換したいと思います。縦横比3対2になってますので、こちらを1対1真四角に設定をします。その後範囲指定をして領域を決定します。スクエアの画像ができましたら、ここからモノクロ化していきたいと思います。わかりやすいように画面を2画面に表示をしておきたいと思います。まずモノクロ化するためには、こちらモノクロ2と2種類モノクロの設定が用意されてますので、画像を見ながら好みの方を選択をしていきます。今回はモノクロ2の方を選んでみたいと思います。このようにカラーの写真がモノクロに変換されたかと思います。以上でモノクロ化が終了なんですけれども、よくモノクロの写真を見ると、スカートにある赤い花、こちらが黒く潰れて見えなくなってしまっています。聞くところによると、この赤い花はハワイの伝統的な意味のある花だそうで、これが消えてしまっては台無しだそうなんです。ということで、この赤い花を浮き上がらせる処理をしてみたいと思います。こちらモノクロコントローラー、こちらを使用して調整をしてみたいと思います。モノクロ写真の場合、カラーフィルターをレンズの前に装着し、コントラストを調整していくというのが一般的ですけれども、今回は下の色別の明度を使用して調整をしてみたいと思います。こちらの赤い色、この赤い色の明度を上げることによって黒く潰れていた花を表示することができるようになりました。このようにモノクロ化して色がなくなったかのように見えますが、元の色データは残っていますので、このように色ごとに明度を調整することができます。はい、ありがとうございます。はい、今回はカラーの写真を、モノクロに変換しましたけれども、撮影時にモノクロで撮影することってありますか？あ、それはよくありますね。やはり最終形がモノクロというイメージでしたら、やっぱり、撮影時からモノクロの目で被写体を見て、撮影するというのがやはり基本になるのかなというふうに思います。ただJPEG で撮影されている方はカラーデータは保存されませんので、基本 RAW で撮影するということを前提に、処理をしています。 RAW で撮影しておけば、先ほど説明した通り、モノクロコントローラーで特定の色を調整したり、明度を上げたり、ということも可能になりますので、撮影時はモノクロで撮影されてもよろしいかというふうに思います。あ、なるほど。ローで撮っておくっていうのがポイントですね。そうですね。はい、ただ、このモノクロコントローラーなんですけれども、色別に明度を調整しますので、画面の中に同じ色が含まれている場合は、両方とも明度が変わってしまいますので、その点は注意してください。今回はスカートの部分のみが赤い色だったので、スカートの色が、花の柄が浮き上がってきましたけれども、他の部分に赤いものがあったりすると同じように明度が上がりますので、その点だけはご注意いただけたらよろしいかなというふうに思います。はい、そうですね。ありがとうございます。はい、次はスナップの写真について調整をしてみたいと思います。スナップの写真は通常、取って出しの方が多かったり、または明るさのみ調整といったケースが多いかとは思うんですけれども、今回はちょっと変わった現像を2種類やってみたいと思います。どちらもプリセットでシルキーピックスに用意されたものを使用するだけですので、決して難しいことはありませんので、ぜひご覧になってください。では、こちらの画像を使ってやってみたいと思います。1つ目はパラメータコントロールにあるハードモノクローム、こちらを選択してみます。このようにパラメータコントロールを選択するだけで、このような画像が仕上がるというようなプリセットになります。では、もう一つ違うテイストを試してみたいと思います。今度はパラメータコントロールからシネフィルム、ロードムービーというのを選択してみたいと思います。最近はシネフォトが流行りですけれども、このようにワンクリックで映画のワンシーンのような画像処理をすることができます。ブラックミストフィルターなどを使用した画像にさらに調整しても面白いかと思います。ご覧いただけたようにかなり良い雰囲気に変わったかと思います。プリセットで調整した後にさらに明るさを調整したりという微調整などもできますので、さらにお好みで調整をしてみてください。スナップは同じ日の同じ条件でたくさん撮影することが多いかと思いますが、表現の統一感を持たすために一つ調整したらそのプリセットを他の画像にコピーすることをお勧めします。コピーの方法は調整した画像を選択し、パラメータ現像パラメータのコピーをした後に全ての画像を選択し、パラメータの貼り付けをすることによって1枚調整した画像のパラメータを全画像に貼り込むことができるようになります。コピーの方法は今やったコピー&ペーストと一時保存の2種類の方法がありますが、今回は簡単なコピー&ペーストでパラメータを貼り込んでみました。いかがだったでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、今回はテイストを使った調整でしたけれども、テイストはよく使われるんですか？結構よく使いますね。新しい画像を試す時とか、このパラメータコントロールの中から合う、テイストがないかなと一通りこう探ってみたりとかですね、そんなようなことを結構します。あと、気に入ったテイストを見つけたらそこから自分なりに若干アレンジして、で、自分なりの名前をつけて保存しておくこともできますので、そうですね。そういった使い方をよくしています。で、特にテイストの中で気に入っているのは、今日ご紹介しましたけれども、ハードモノクロームがまず1点ですね。はい、まあ大山大道先生の、テイストに近いような、ハイコントラストな、写真ということで、なかなかかっこいいかなと。そうですね。ということで、よく使ったりします。それからシネフィルムの、ロードムービー、シネフィルムのテイストって実は4種類あるんですけれども、その中でもこのロードムービーっていうのが、私的には非常に気に入ってまして、これがあるからシルキーピックスを使ってると言っても過言ではないぐらいですね。結構大好きな、テイストになってます。かっこいいですよね。はい。で、私的には、これに、若干ですねアレンジして、もう少し周辺光量を落としたりとかですね、ちょっとカラーバランスを変えたりして、田村テイストみたいな感じで、保存して、普段、頻繁に使用をしています。あ、いいですね。はい、自分でアレンジして、そうですね、作られているということですね。はい、ありがとうございます。はい、では、紅葉の画像のロー現像をしてみたいと思います。いよいよ紅葉シーズン到来ということで、紅葉の画像を、2枚ご用意しました。1枚は逆光で撮影した写真、もう1枚は順光で撮影した写真となります。これからロー現像の実践をしていきますが、実は撮影テクニックと同じになりますので、これを知っておくと撮影時点でより完成画像に近づいて撮影ができるようになりますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。まず逆光の写真ですが、光が正面から透過光として入ってきますので、葉が透き通って非常に綺麗な紅葉の写真となります。ただオートで撮影するとカメラが明るい画像と検知して暗い写真になることが多いです。この画像ももう少し明るく透き通った紅葉を表現してみたいと思います。明るくするために露出補正で明るくするのが逆光での撮影のポイントとなります。では老現像でもプラスに補正をしてみたいと思います。露出補正のスライダーをプラス側に上げていきます。通常はこの処理でよろしいかと思いますが、この写真の場合は全体が明るくなり、メリハリのない印象になってしまっています。では違う方法で今回は試してみたいと思います。露出補正を0に戻します。今回はコントラストの調整を使用し、調整をしてみたいと思います。こちらですね。コントラスト。こちらを高めていきます。そしてその次にコントラストの中心。こちらを左に動かしていきます。この処理をすることによって明るいところはより明るく、暗いところは暗く調整することができます。コントラストの中心というのはどの部分の明るさを持ち上げるかということですので、暗部はあまり変化させずに明るい部分をより明るく処理するということができました。あとは画像の仕上がりを見ながら露出補正で微調整されるとよろしいかと思います。以上が逆光での紅葉の老現像のフローになります。次に巡光で撮影した紅葉の写真を見ていきましょう。巡光の写真は葉が白く反射によって色が出ないということがよくあります。撮影時に PL フィルターを使用して反射を取り除いて撮影するというのも効果的ですが、今回はフィルターなしで撮影した画像をご用意しております。先ほどの逆光の写真とは逆で、露出補正をマイナス側に調整をしていきます。だいぶ色味は落ち着いたと思いますが、さらに赤い紅葉を目立たせていきたいと思います。ここでサイドを上げる方が非常に多いのですが、かなり不自然な色味になりますのでご注意ください。実際やってみるとこんなイメージになります。今回はファインカラーコントローラーを使用して調整をしてみたいと思います。こちらは色別に調整ができるツールとなります。ここでも赤を目立たせたいということで赤を調整したくなるところですが、ここでは緑を調整していきます。緑のサイド、明度を下げることによって相対的に赤の紅葉が目立つような画像になったかと思います。いかがでしょうか。このように目立たせたい色を足すのではなく、他の色を下げることによって目立たせたい色を強調するというような画像処理を試してみました。はい、ありがとうございました。はい、逆光と順光で結構葉っぱの、色の出具合も結構違うんですけど、やっぱり調整の時もだいぶ調整の仕方が違うんですね。そうですね。撮影する時もそうなんですけれども、やっぱり同じ設定で撮っちゃう人が非常に多いんですよね。はい、で、やっぱり逆光で、撮ることによって、透明感とかっていうのはやっぱり、強調されてくるので。光があるときには逆光で撮るっていうのは一つのおすすめの方法かなというふうに、思います。で、その場合は先ほどお話した通り、プラス補正をしていくといったところなんですけれども、単純に、露出度を上げただけですと、コントラストが下がってしまいますので、やはりそこは老現像の出番かなというふうに、私個人的には思っています。はい。ありがとうございます。それから順光の方なんですけれども、順光で撮影してですね、紅葉の色がどうしても思った印象の通り出ないという方が非常に多いんですけれども、やはりそれは光の反射、葉っぱの反射ですね、などが影響してくるので、先ほど申し上げた通り、撮影時には PL フィルターを使用したり、あと老現像では、マイナス補正をして、色を抑えていくといったような、処理が、いいんじゃないかなというふうに思います。目立たせようとするとですね、赤を出そうとするとサイドを上げる方が非常に多いんですけれども、そうですね、特に赤は色のですね、飽和しやすい色でもありますので、極力ですね、サイドはいじらず、いじるにしても、もう最後の手段と考えてですね、それ以外の、明るさ等で色を出していくというような考え方で調整されるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、田村さん、ありがとうございました。今回調整していただきましたけれども、最後に一言何かありますか？はい、時間の関係でですね、数倍の画像しかできませんでしたけれども、ご覧いただいて分かる通りですね、老現像ってそれほど難しいものでもありませんし、その画像によってですね、調整する部分っていうのは限られてますので、老現像だからといってあれもこれもいじらなければならないといったものではありませんので、その辺ご注意いただいて、何事もですね、やりすぎは悪ですので、最小限にとどめてですね、画像調整、をされたら良いかなと思います。で、それから私毎回言ってるんですけれども、ぜひですね、画面でパソコンで老現像したらプリントしてみてください。で、プリントした画像を見て、またさらに、老現像で追い込んでいくというようなフローが一番重要になってきますので、ぜひパソコンのハードディスクの中だけでとどめないようにしていただけたらよろしいかなと思っております。はい、ありがとうございます。今回ご紹介しましたこのビューアーソフト、フォトエクスプレスビューアーと老現像ソフトのシルキーピックスシリーズはですね、30日間無料でお試しができますので、ぜひ今回の動画を参考に皆さんのお写真でご確認、調整してみてください。はい、であとですね、使い方ちょっとわからないという方もですね、シルキーピックスの公式サイト内に使いこなし術といって、機能のご紹介とか、作品を仕上げていく過程とかですね、いろいろな豆知識なんかもございますので、ぜひそちらもご確認いただければと思います。はい、では皆様最後までご視聴いただきありがとうございます。今後ともシルキーピックスをよろしくお願いいたします。